黒谷友香がお手本となるガーデンを訪ね、そこに携わる人々との触れ合いを通じながら理想のお庭作りに挑戦。太陽に当たるとすごい綺麗。これでっかくなるからあんまりこんな近くに重ねない方がいいかな。楽しいですね。どんどん夢に近づいてる感じで。黒谷お庭作ります。9月15日日曜夜7時。